平野紫耀、戸う、べ先輩三宅健も驚いた、グルテンフリー生活。デビュー病読みでさらなる美ボディー化計画。みなさん、こんにちは。今回は、元 V6 で現在は戸べ所属の三宅健さんと、平野紫耀さんについての興味深いエピソードをお伝えします。この食事会の中で驚きの事実が明らかにされました。それでは、詳細をご紹介しましょう。 8月22日、三宅健さんが行った YouTube の生配信で、とべファミリーで行われた食事会について報告しました。そして、この食事会で明らかになったことは、平野志洋さんが小麦アレルギーであり、グルテンフリーな食生活を心がけていることでした。この情報について、一部の人々は驚きの声を上げましたが、女性編集者は、 活動が順調そうであることが透けて見えると語りました。それでは、この食事会の詳細を見てみましょう。スタッフが決めた、飛べ食事会の席順は、三宅さんの左右に平野さんと神宮寺ゆ太さんが座り、平野さんの隣には、平野さんに憧れているイムップの佐藤真さんが座りました。三宅さんは、平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、 食べれないのを全部シンくんにあげてた、と微笑ましく回想しました。平野さんが小麦アレルギーであることを知った三宅さんは、平野がグルテンフリー気をつけているって言ってたから、食べに連れてってあげたい餃子とかあるんだけどさ、餃子もダメじゃんと言いつつ自身もグルテン抜くと調子良くなったりするとも聞くから、ね、と興味津々の様子を見せました。 この食事会は中華料理店で行われ、三宅さんによれば、平野さんは小麦粉系が入ってないやつを食べてたとのことです。しかし、ファンからは、え、食べてたよねうどんもパンも食べてたの見たことあるけど、などと驚く反応が続出しました。この小麦アレルギーとグルテンフリーについて医療系ライターが説明します。まずは小麦アレルギーについてです。 小麦アレルギーは大人になってから発症することもありますが、主に子供のうちに発症することが多いです。しかし、子供のうちに小麦アレルギーだった人でも、成長とともに症状が改善することがあるのが特徴です。平野さんは過去にテレビで小麦粉を含む食品を食べている姿を見せており、インスタグラムのストーリーズでも、もうなくなってきてる、と回答していました。 つまり、小麦アレルギーがあるからといって、常に注意が必要なわけではないようです。次に、グルテンフリーについて詳しく見てみましょう。グルテンフリーとは小麦に含まれるグルテンを含む食品を摂取しないライフスタイルのことです。 もともとはセリアック病患者、グルテンを摂取すると調子が悪くなる疾患を持つ人々のための食事療法でしたが、最近では美容を意識する多くの人々に注目されています。海外セレブも積極的に取り入れ、日本でもローラさんやガクトさんが公言しています。しかし、厳格なグルテンフリー食生活は調味料を含め多くの食品を制限します。 そのため、多くの人々は徹底的にではなく、なるべくグルテンを摂取しないようにするゆるい取り入れ方を選んでいます。平野さんは以前からグルテンフリー生活を実践しており、肌の調子を整えるために取り入れていました。特にドラマ撮影中は、肌や体調を気にしてグルテンフリーの食事を徹底していたそうです。 このことからも何か大きな仕事が控えている可能性が高いと言えるでしょう。最近、平野さんの歌楽曲制作が進行中であり、飛べからのデビューが秒読み状態にあることが伝えられています。これに加えて、食生活にも気をやっていたことから、ファンの前で新たな美ボディを披露する日も近いのかもしれません。 デビューに向けて、平野志陽さんの体作りも確実に進行中であることが分かりました。結論。平野志陽さんのグルテンリー生活について医療系ライターの解説を交えてご紹介しました。彼の食生活は美容を意識したアーティストとしての一環として行われているようです。ファンとしては彼の美ボディをさらに楽しみにしていることでしょう。読者への挨拶。 平野潮さんの新たな健康的な生活スタイルについてご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。これからも平野潮さんの活動に注目し、彼の成長と成功を応援しましょう。